ペデルセン、ホルガー・ペデルセンは、デンマークの言語学者。インドヨーロッパ語族の比較言語学、特に、ケルト語の研究で知られるほか、比較言語学の発展をたどった、19世紀の言語学を表したことで知られる。19世紀に活動を開始した、言語学者のうち、ペデルセンは、最後の生き残りの一人だった。日本語で、生は、ペデルセン、ペゼルセンなど、 様々に記される。ペデルセンは今の南デンマーク地域にあたるスカネロプ教区のゲルバレに生まれた。コッペンハーゲン大学を1890年に卒業した後ドイツ、イタリア、ギリシア、ロシアを留学した。ライプツィヒ大学でカール・ブルークマンにベルリン大学でケルト学者のハインリヒツ・マーに学んだ。またアルバニア語やアラン諸島で話されるアイルランド語の方言を研究した。 1897年にアイルランド語の比較言語学的研究でコッペンハーゲン大学の博士の学位を取得した。1901年に同大学の講師。1903年に院外教授。1912年にはビルヘルム・トムセンの公認として聖教授に就任した。1926年から1年間学長を務めた。1937年に退官したが、 その後も、精力的に著作活動を続けた。ペデルセンの著作は、早くから多方面にわたり、リュキア語、エトルリア語、アルメニア語、スラブ語派、チュルク語族、ヒッタイト語などに関するものがある。ペデルセンは、ケルト語比較言語学の代表的な学者であり、この分野の主張に、ケルト語比較文法がある。比較言語学の発展史、19世紀の言語学は、 明快な記述と多くの写真を含む名著として知られる。言語学を歌いながら、一般言語学については無視している。この著書の中で、ペデルセンは、陰謀語とセム語やウラル語との深淵関係の研究を取り上げ、そこから、さらに拡大して、チュルク語族、モンゴル語族、ツングース語族、ユカギール語族、エスキモ語、コーカサス諸語及び小アジアの諸言語を含む巨大な、 ノストラル語族を考えることができるかもしれないとした。体感してから、ヒッタイト語、デュキア語、トカラ語に関する著作を交換した。ペデルセンは、フェルディナンド・ソシュールや、ヘルマン・メラーの高音理論の早くからの数少ない、賛成者であり、後に、イエジ・クリワオビチがヒッタイト語によって、高音理論を発展させると歓迎した。晩年のヒッタイト語の著作では独自の高音理論を立てた。 ありがとうございます。